邪魔なんてことありません。私はデザートを食べて疲れた脳に栄養をあげようとしていただけです。私だって普通に一人の女の子としてデザートが食べたくなる時ぐらいありますって。とはいえ甘いものにこだわりがあるわけじゃなく、スイーツショップ巡りが趣味なわけでもないですけど、お菓子スイーツ大好きですと可愛く言えたらもっとファンやお仕事が増えたりするんでしょうかね。私にしかない個性、そして魅力ですか。ありがとうございます、プロデューサー。心強い言葉に感謝です。